どうもマックス的でございます。私は本日千葉県ですね、来ております。で、本日お邪魔させていただいているお店さんが、もう内容もそうなんですけど、ダスンかっぱ寿司さんでございます。お久しぶりで、今回食べ放題やりたいと思います。関東だと今千葉だけなんですけど、千葉駅前店さんでやっております。店舗限定なんですよ、かなり限られてるんですけど。で、食べ放題、時間がですね70分のラストオーダーは種類20分前ということになっております。で、僕今回アルコール飲み放題つけました。ちょっとドリンクバーというか、なんというかこうドライゼロをこう席で飲みたいなと思ったんで、お水取り行くのもこれだとこう持ってきてくれるんで便利かなと思いまして、同じ時間ですね、70分の、終了20分前と。で、ネタがこうなっています。で、ネタだけでなくサイドだったりうどんとかも食べ放題になっておりますので、精一杯楽しんでいきたいかなと思います。よいしょ、寿司食べ方はやばい。ここから選んで見ていいです。わかりました、ありがとうございます。これっすね、すごい。寿司というよりもポテトとかを食べたいというこんなんいいじゃん。うどんとか食べたいな。高知帰りの場合別料金、ラストの20分、食べ放題メニュー以外ご注文された 別メニュー代、シャリ残されたら33円。これお酒とかも飲んじゃおうかな。もうなんか普段頼まないやつとか頼んでみよう。これサラダ軍艦を、ああエドマエホッキ、イカ天、マイタケ天とかあるよ。ほい、ほい、感動コーンってなんだろう。ちょっとなんか揚げ物いっぱい頼もうラーメンも頼もうか。 OK、 とりあえず第1陣は頼みました。ウルトラスーパーノーカットでお送りしようかな今回。値段が一般だと税込みの3490円で、アルコール飲み放つけたら1530円だから、まあ、5000円ぐらいってことか。だからもう一皿いくらなんだろう、130円ぐらいってしたら、お寿司だけって考えたら、まあ、20ちょい食べれれば、あとまあ汁物とか、結構がっつり食べれる人はこれ使った方がいいのか。待った、うわ来た、すごい。これは江戸前風ホッキ、これでも好きなものをひたすら食べれるっていう強みはあるよね。しかもそのまあ、時間だけで値段は気にしなくていいっていう。お箸ここか。それではいただきます。ずっすん、ホッキ、江戸前ホッキ。
おいしい。すごい、飲み物もこうくるんだね。飲み物もこうきます。グラス使わないからクリア。で、じゃあ、お疲れっす。めんどくさい。ああ、生き返るわ。ちょ、このもりもりのサラダ軍艦。うまいな。だいぶうまい。はいはい。うどん。次コーン行こう。うんま。揚げ物が来た。ドリンク頼もう。うまい。うわーパーティーだパーティーだ。特選醤油、だし醤油、減塩、アナゴのタレ。どれからいこうかな。このね、舞茸天つうのね、初だわ。行ってみます。おいしい。ラーメン。舞茸ってうまいな。ちょっとだけ塩。めちゃくちゃ久々だな、カッパの食べ放題。揚げ物うまい。この上のやつこれいってみようか。うどん。おお、うまっ。きつねうどん、だしめちゃくちゃうまい。うん、麺もコシがあっていいっすね。飲み物にこれあるのってめちゃめちゃでかいな、マジで。
これあれだ、自分の好きな天ぷらの寿司とか頼んで、舞茸天とか、これ乗っければ舞茸天うどんだ。これ出汁も麺もすげえうまい。70分でラストオーダーが20分前だから、50分は頼めるわけじゃないですか。でもそんな焦らなくていつもいいっすね、これ。アクセクしないわ、こんだけ長いと。いいね、すごくいい。次ラーメン、うまっ。え、コクうま醤油ラーメン、バリうめんだけど。ホタテ食べたいな。舞茸でうまかった。あ、卵。牛カルビ。これめちゃくちゃうまいな、ラーメン。すごいこれ。アンビリバブだこれ。あっ、うぃ、これ1500円で飲み放題つけられて、サワーにいろいろ、ビールにハイボールに、最高だね。イカ天かな。全部マジうまい。
本当に久々にカッパの食べ方を今楽しませてもらってますけど、で昔2010何年とかもよく行ってた頃、結構僕のチャレンネルの中でもかなり回ってる方なんですよね。行った店舗まで覚えてるもん。懐かしいわ。
肉うまい。これプリンね、ケーキとプリン。
うめっ。うまっ。スポンジめっちゃふわふわだし、チョコ濃厚だし、うまっ。何これ、寿司以外もこんな充実してんのか。ちょっとビックラポンだねこれ。あ、ビックラポンってダメだ。これサイドメニューの充実っぷりやばいな。うわ、これケーキもやばい。だいぶびっくりです。プリン、いやうめっ。だいぶうまいっすね、本当に。ちょっとびっくりだわ、これ。プリンもよく頼もう。これ好きなもんだけ頼むっていうのは最高だな。イカオクラメカブ。江戸前ホップ、粒貝、
いい、いい。なんか山形の出汁みたいなね、うまい。あの時は昔はガーッと食べて幸せっていう感じだったけど、最近はなんかどっちかというとこういう方が幸せに感じるな。ゆっくりと。前はなんか短時間でガーッと食べてうーみたいな、食ったうまかったんだけど、こうゆっくり行く方になんかちょっと変わってるね、楽しみ方が。江戸前。年だから減塩しとこう。これマジうめえな。これマジうめえな。チョコやべえ。
本当に美味しいんだけど。ベイクドチーズ。すごいうまい。やばくねえかこれ。だいぶ幸せです。いいね。あ、もうぼちぼちラストオーダーの時間です。うわ、どうしよう。焦るのはやめよう。ラストオーダーだからって焦るのやめよう。せっかく優雅にいただいてるからこの雰囲気を壊したくない。あぶねー。
今20だからまだ僕と何千円あと茶碗蒸しも食べたいな。茶碗蒸しとあと何かあった。なんだっけ。ピピ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 。わかりません。いや違う違う。Thank you.
ラーメンを多分最後に注文させていただいて、多分それ以外は大丈夫だと思います。はい、あとラーメンが来て大丈夫です。ありがとうございます。
もう本当に大満足。僕はノンアルコールのこの特にドライゼロが大好きなんで、飲み放題つけるの、あのこれ好きな方おすすめします。あとつけても1530円なんですよ、税込みで。ビールあるし、サワーあるし、ハイボールあるし、あとミオとかもあるんですよ。あと日本酒もあるし、いやこれぜひ僕はお付けすることをお勧めしますね。はい、というわけで本日はこちらかっぱ寿司、千葉駅前店さんより私鈴木が店舗限定で復活しました食べ放題をお送りさせていただきました。食べ飲み方に進化しました、僕最高。でもやっぱね、ラーメンとケーキ、寿司ももちろんうまいんですけど、ちょっと衝撃クラス、やばい。